丈夫、大荷物だな。どこまで行くの？俺が持って行ってやる。ありがとうございます。もうすぐテストだね。うん、勉強進んでる？うん、ちょっとは進んだかな。本当に？私全然だよ。あ、もしよかったら私の家に勉強しに来ない？いいの？うん。じゃあいっぱい教えてもらおう。うん。助かった、あの時は。うん、今度もまた課題あるみたいだし、よかったら私の家でまたやろう。いいの？うん。じゃあ今度も月曜日行ってもいい？うん、全然いいよ。ありがとう。あ、ゆうき、何してんの？いや、お前こそ何してんだよ。授業終わったし、友達と話してたんだよ。あ、ごめんごめん、写真クラスのゆうき。ね、こっちが同じクラスのゆうき。あ、あの時はありがとうございました。ああ、あの時も。そろそろ行くわ。うん、じゃあね。ゆうきくんってさ、かっこいいよね。そうかな。そうだよ。今日も一日長かった。うん、疲れた。あ、あれ、もう今日は帰るんだ。うん、もう授業終わったしね。いいよな、俺なんでさ、今から暗室入んなきゃいけないんだよ。今から？ああ、まあ、頑張っ頑張ってね。おう、じゃあお疲れ。バイバイ。バイバーイ。どうな。ありがとう。ゆうき、一人？ああ。ここ座ってもいい？あ、いいよ。ありがとう。なに？勉強してんの？ああ、試験近いしな。進んでんの？本当に。いや、それが昨日遊びすぎちゃってさ、マジやべえな俺。やっぱり。もっと頑張らないとね。そういう二人はやってんの？やってるよね。頑張ってるよ。マジやべえな俺。ね、天気いいしさ、あとでバドミントンしない？バドミントンってお前何中学生みたいなこと言ってんだよ。いいじゃん、楽しいし。ねえみゆき。うん、楽しそう。ほら、みゆきもこう言ってるし。私借りてくるね。ちょっと待ってて。ねえ、一緒にやろう。はい、決まり。私借りてくるね。
暑い。私ジュース買ってくるけど、他に誰かいる人？あ、私お茶持ってきてるからいいや。俺も今はいい。じゃあ私行ってくるね。うん、疲れたしさ、座ろうぜ。私もすごく楽しかった。やりたいな。うん。お待たせ。うん。もう遅いし、そろそろ帰らない？そうだな。うん、そうだね。楽しかったね。ああそうだな、またみんな遊びたいな。もちろん。今日ってさ、みゆき来てるか？みゆきなら教室で課題やってると思うよ。あ、そっか。じゃあ私行くね。お、はい。みゆき、この間は来てくれてありがとう。どうしたの？今、時間ある？うん、あるけど、どうしたの？もうすぐ昼だしさ、一緒にご飯でも食べない？いいよ。今、教室の外にいるから。うん、わかった。じゃあすぐに行くね。ここはどう？あ、うん、いいんじゃないかな。そこにしようぜ。腹減った。で、これ明日試験だよ。うん、大丈夫？あ、全然覚えてないよ。うん、分かりやすいところとか、なんか覚えやすいところとかあったら教えられるんだけどな。あ、多分分かりやすいところ覚えたはずなんだけど。うん、課題とかどう？うん、なんだけどさ、うん、昨日結構進んだんだけど。うん、今まだ微妙なんだよな。うん、なんか手伝うところとかあったら手伝えるんだけど。いや、それダメだ。一応俺の課題だからね、うん、俺が自分でやらないとダメだと思う。そっか、うん、じゃあ頑張ってね。おう。あ、あの、ん、私、ゆうきくんのことが好きです。付き合ってください。気持ちは嬉しいけど、ごめん。
どうしたの？ゆうきくんに振られた。そうなんだ。こんな綺麗な子振ったら他ないもんね。ほら、落ち込んでないで、気晴らしにカラオケでも行こう。おごってあげるから。そうだね。お腹すいたね。もうそろそろお昼だし、食堂でも行く？そうしよっか。ありがとう。うん。今日何食べる？どうしようかな。ここいい？いいよ。ありがとう。